映えますね。一周する。サマーズチャンネル。サマーズチャンネル。どうも。ね。三村さん。ドアイキ、ドアイキキです。いやー、ドアイキキだよ。ちょっと確認しにくい一回。信号渡って。だから本当は、ランチ行くんですけど。ランチ？うん。一回ドアイキキ。今、ちょうどいい渡れるタイミングなんだけど、急がなくていいか。今、ああ、渡れるタイミングよ。一応。ドアイキキで走ろう。We can be bold, so we won't be alone. うわ。出たドワイドワイ機だね、久しぶりだよマジ。うわーいいわこれですよね。ねえテレビで見るやつこれ、このレイヤーのハワイアンがピンクのね、もっと砂浜がわーってあって、うん、もうちょい向こうかな、狭くなって一個向こうか。うわーここ歩くなんて思わなかったな。ここ歩いてるだけで幸せなの。そうなんだよ、この幸せな感じ。行ってもらっていいですか。流行ってる、開けてないんだから。行くないでしょ。流行ってるでしょ。ワイキキは歩いてる、歩いてるのが一番豪質こっちドワイキキ。せっかく来たんで、うん、デューク、デューグレーン見て、あ、来たね来たね、これようこそっつってね、やってるよ、ようこそ、ウェルカム、これだよドワイキビーチ。よろしくお願いします。ね、よろしく。おじさんが今、実際こんぐらいでかかったからね、デュークは。マジで負けもんじゃん。でかすぎない。3メーターぐらいじゃん。そうなってくると板が細いよ。そうね、あの体にして右足前に、いやね、どういう気持ちでこれやってるんだろう。ちょっと気持ち分かんない。ようこそですよ、ようこそ。これ広いもんね、こっち側のは。こっち、こっちがメインです。この絵だよ。ああ。で、ね、ロイヤルハワイアン。まあ、我々は、もっと奥ですけど。リーフは、あの奥ですね。奥だね。今、見えません。うわ、もうやっぱすげえいいな、来たって感じですよね、これね。よくこのニュースとここから始まるもんね、何でも番組は。ワイキキビーチは今こんな感じですって、ね、うん、なんかね、やってました、やってましたよね。うん、どこに行くの。ちょっとマックに行こうかなと思うんですけど。なんで、ハワイでマック行かないですもんね。でもあんま行かない。ない。一回も行ったことないかもしれない。はい、行きましょう。俺ここだっけな。このマック行ったことない。行ったことないと思う。見て、あのマークほら日に当たっちゃって黄色くないの。黄色くないよ。ほら看板、屋根も。このなんか年季入ったマック、年季入ったマック。このね、日に焼けた感じいいよね。どう考えたって太陽当たるからこうなる。ああ、ね、すごいぜマック。あ、並ばなくていいの。あれ、どういうシステム。あ、ここでオーダーできるの。ここでオーダー、おばちゃんに言うもあんの。だいたい俺アメリカのマック来たらみんなおばちゃんってイメージある、店員さんが。どうする、これでやってみる。これでやってみよう。あ、裏にもある。
おお。お客さん、私初めてですけど、これ。これ、確か東京にもあるわ。それか、これ。マジ？あるある。ありますよ。あるけど、これ、どうやってやる？スタートオーダー。小田さん、どうする？俺、今、そんな、まあな。でも、ほら、比較、一応するのに。うん、チーズバーガーと。王道の方がいいのかな、ビッグマック的な。ビッグマックが1個頼もうよ。でも普段食べるビッグマック、ね、好きです。好きです。じゃあ俺ちょっとチャレンジ、その季節のあれみたいないのかな。あ、終わりか、これで。何これ、クリスピー。クリスピー。スパイシーマッククリスピー。デラックス。デラックスすげえな。やっぱ見応えある方が面白いわ。デラックススパイシークリスピー。もう、あ、ビッグマックね。ポピュラー。ああ。やっぱポピュラーがいいんじゃない？じゃあセットがいいんじゃない？なんで、どれ？じゃあやってみようか。うん。ビッグマック。ビッグマック。約 6.39 ドル。はい。ああ、これでいいよ。うわぁ、すげえな。ポテトこんなでっかいいらないだろ。うん。これだ。ああ、ドクターペッパー食っちゃおうかな。食っちゃおうかな。あんま飲んだことない。一個決まったね。うん。で、俺じゃあその、あの、この、あれ、すげえなったじゃん。なんとかクリスピー。この、デラックススパイシー、これどう？あ、いいんじゃん。だってもうビッグマックで高いぜ。ちょっとやべえかな、これ。いいよね、見応えが。バンズから違うの。ほんとだ。大丈夫かな？硬い、くない、硬くない、大丈夫。これ何これ？多分あの、スポーツドリンクで。ああ。じゃあ俺この青いんで言ってみるの。あ、これもあるの？これいいじゃん。フローズン。フローズンファント。じゃあ、俺でも買えるな、これ。ね、買えるわ。今覚えた。832。割と簡単だったよ。もう、明かりがついてないけど、どっか出んの？こっからまたあやふやな感じになって。壊れてんの？壊れてんの？ここら辺にいるが。本当にふわっとしてるんですよ。じゃあ、呼ばれんのかな？ずっと不安だよ。でも、この辺に並んどきゃいいんだろ。あの人、あの髪持ったら並んでる。並んでるね。まあ、なんか俺意外と楽しみだな。あの、ポテトだよ。まあ。俺、しょっちゅう食ってるから。あ、そう。うん。そんな楽しみじゃない。週一は必ず食ってますね。あ、そうなるとね。うん。もう、それもう子供がうまく、うまくってなるから。俺、毎回久しぶりだから結構嬉しい。毎回珍しいから、定番いっちゃう。俺もその季節のやつ行くね、大体。飽きちゃうから。うん。日本とのサイズが微妙だったら分かんないじゃん。ああ、なるほど。どっちがでかいとか。見たから俺、4日前にビッグマック見たこれも食べてたから、ビッグマック。じゃあちょっと頼む。うん。もう楽しみでしかないんだよ。すげえな。え？いや、買い終わってなんか、ほっとした。ああ。今ちょっと。興奮してる。あ、来た。あ？32。あ、お、なんか今の日本と同じ感じ。なるほど。じゃあちょっとね、ちょっと。これ、ミノさんどっかで入れんじゃん。入れんだろ。あ、そうですね。ね。自転車借りれるらしいですよ。おお。ああ、そう。で、自転車で、うん。あの、A の、カピオラに公園。お二人大好きだ。ああ、いいじゃん。行きましょう。いいじゃん。自転車借りようじゃん。これ持てるか、その、ドリンク。自転車で、バッと持って、どなたも行けるかどうか。ああ、試して。ああ。だから、本当に、ハワイに来た人のガイドをやる。自転車はどういうあれなんだろう。ないじゃん、ラインが。日本みたいに。この速度でいいのかな。 あるね。これ自転車便利らしい。あ、そう。一つだからね、大体どこも。これこっち側だけしかいない。なんせハワイで免許取ったことあるから。ハワイの免許だから交通事情は大体分かってます。お弟子さん、うん、このチャリか。ああ、あったね。
匹。いや、ちょっと待ってよ。カゴねえじゃん。カゴねえわ。あの前にある少し走るから。そこに、この2つ。これどうすればいいっすか？仮に取り出して。これあの、匹。匹、はい。はい。通常はあそこにステーションがあって、はい、ステーションに、ボタンをピピッと押して、はいはい、1回1回お支払いしなきゃいけない。なるほど。通常はね。通常は。で、30分で一旦買うんですけど、うん、まあ、5分だけ乗っても30分の料金取られちゃう。なるほど、なるほど。JCB のラウンジとカードをお配りしてまして、ええ、パスポートカードです、ね。おうおう、これ無料で差し上げてるんで、差し上げていて、この裏側にあるこの QR コード、うん、これ読んでもらって、ピッとお支払いされると、いただくと、$325から乗り放題。そもそもカードがアクティベートされて、はい、もうすぐ使えるようになるので、ちょっとお見せします。なるほど。こうやって言っても、ここしてるので。おさす。でもこれで、これ。便利じゃん。これ乗ってっていいんですか？乗ってっていいです。で、終わったら、ここで同じとこに、はい。ここでもいいし、どこでもない。別にステーションがあれば。はい、でこれでちょっと行かれたいと思った人があれば、すごい便利。ちょっとだけ乗ることができる。なるほど。で300分。でも5分乗ったら残り295分が使えるので、ね、使えるんだ。そうそうそう、なので300分はもう使わなきゃ無駄にならない。なるほど、消滅しないのね。そうです。ああ、こうしてこれ、あ、なるほど。あ、これはいけるね、いけるね。よかった。問題はドリンクですよ。ただあと問題はこれ空気がねえってことだな。俺のやつこれじゃねえんだ。今取り返しつかないけど、これちょっと一回戻しましょうよ。確認しなきゃダメです。すいません。すいません。そうです。そうか。これいいの出ましたね。いい事件。これは初めのパターン。黄色になったら抜くんですね。はい。よし。よし。オッケー。よし。オッケー。はい。はい。で、私。はい、三浦さん。もう一台。黄色になってる。うん。ああ、嬉しい。で、これで、こうして、こう。お、あんじゃない、これ。これじゃない。いけるじゃない、これ。うん。あと走ってみて、なんかなったら。そうだね、蓋飛んだり。それでももう、熱でもう、丸くなっちゃったよ、なんか。よし、はい、よし、行ってみよう。じゃあ行ってきますから。気持ちいいの、初めてもうチャリンコで行くわ。ね、よし行こう。さあ気をつけてね。どうですか、ジュースは大丈夫？ジュース大丈夫ですか？ジュース、ジュース飲んでません。今度これもあるんかい。ねえ、これあるな。アマタステーションあったじゃん。ああ、ここにもあったね、ステーション。やっぱこうして走ると広いね、このワイキビーチも。なかなか広い。風がいいね。いいよ。そんな汗かく感じもないな。で、これだから山見える方に行こう。これハワイだね。どっち、左のカピオラニ公園入るか、右のこの海沿い公園、どっちもいいけどね。渡る？じゃあ山の方、ダイヤモンド、ダイヤモンドヘッド三重の方行く。ああ、本当によくなってる。ああ、ほらまたいい。カピオラニさんなんですか？そうですね、カピオラニさんの公園だ。ウィーンカピオラニですね。私大好きな場所ですね。ここはいいよね。ここは本当にいい。これみんなに来てもらいたいよ。これはいいね。GoPro もグニグニだしね。自分で直してね、 GoPro。 どんどん丸まっちゃってんだろう。大竹さん、はい、これいいよ。見て、完璧じゃん。うわー、本当だ。丸くなるよ。もう溶けたね、完全に。でも全然いってよかった。やれるね。俺らちょっとだいぶ食い込んでるけど。大丈夫かな。箱に入ってる。大丈夫かな。箱に入ってるから。これがね、すぐグニグニになっちゃってね。
行したんだけどな。よし、じゃあ行こう。じゃあ、うわー、壮大、壮大です。あそこのどうする、ここだと。そうなんだよ、テーブルあったわよ。あそこ行こうかね。うわ、ちょっと見ながら行きたいね、これ。おお、これは近いね。ねえ、よくこの一日過ぎる映像でさ、あの山のところに影になったり、こう雲が過ぎてて、あれがだからいっぺんにやってる感じじゃない、これ。これ360度どこもいいよ。うわー、これこれいいですね。よかった、マックが今さあ、じゃあ皆さん、これ半分 ね、風で飛ばない、飛ばないんですよ。おっと、セーフ。はい、まだシャキシャキカリカリ、あれまだセーフで、ビッグバック、ビッグバック。な、日本と一緒か、だいぶでも一緒っぽいよ。ポテトはだってこれ M で一緒でしょ。一緒ですね。これ開けてみようか。一緒じゃん、あんま食べたことないやつにしよう。比較わかんないやつ食べちゃった。なんか何これある、日本でこの。あ、見て、あ、一緒だ、これ一緒だよね。一緒一緒、ホテルの息子が、息子が食って食ってたやつと一緒です。うまそう。なんだ、俺もオーソドックスなやつにすりゃよかったよ、またこれ。何これ、甘いんじゃない。オーソドックスにすりゃよかったよ。やっちったよ、違うのにしようと思ったらオーソドックスにすりゃよかったよ。俺もさ、うん、毎回やってますよ、毎回やってんですよ。ビッグバック 100% もこの移動でさ、うん、これをコーラとしてたのね、うん、すっげえ怖い味しちゃったんだ。ドクターペッパーって俺なんかこれも謎の、いや、これも結構好きなの。ただコーラって思い込んじゃう。どう？うん。溶けちゃう。これの味。知らねえ、俺さ。あの、ブルーハワイの味。美味しい、だから。ちょ、食っていいか、じゃあ。一回ここに置いて。ポテトから食うのか。いいけど。俺も通常ポテトから食うけど。うん。いただきます。おお、あ、ソースも日本のビッグマックと一緒でしょ。このマヨオーロラソース、こっちから来てるからね。だからどっちかというと日本にアメリカから来てる。そうなんで、本物のビッグマックも日本のビッグマックも一緒です。うん、俺からのやつ確認できないけ、うん、初めて食う。なんだっけな、美味しいかどうか言って。すっげえ辛い。なんかスパイシーだっけ。すんごい辛いの。マジ。あんじゃん、スパイシー。日本もう出てるじゃん、うん、スパチキと、うん、あの。あれも辛いんだけど、うん、あれより辛い、スパチキより、ま、じゃあうちの神さんとか好きかも、うん、あれ効果でも美味しいね。これやったらいいよね、最高。いや、辛い、王道のとこね、やっぱいいのよ、全部。マック、自転車、ダイヤモンドヘッド、うん、この初夢に見たらいいやつ、ミックスね。最高ですね、風、うん、風気持ちいい、うん、みんな、ね、みんなの昼飯は何か、ま、あったの。じゃあ我々もそうしよう、うん、こう、じゃあ一旦ね、そういうことで、はい、こういう感じでございました、はい、ランチ、うん、最高、このランチ良かった。あと出た、ウルフギャング、ウ
うわトマホーク？やっまいね。肉だね。これいっちゃうかもさん。サマーズチャンネル。